私たちの憲法フェスティバルは毎回沖縄への熱い連帯を掲げております。今年は沖縄県平和委員会からメッセージが届いておりますので紹介いたします。2022年は沖縄が日本に復帰して50年の節目にあたります。日米安保体制に飲み込まれ自衛隊が配備された50年を来たる5月15日に迎えます。沖縄返還協定が衆議院特別委員会で審議されていた1971年11月17日琉球政府の屋良朝苗主席は核も基地もない平和で豊かな沖縄を求める県民の願いを権利書に託して了承しました。しかし自民党は権利書を突っぱねて強行採決をしました。以後50年間私たちは権利書が求める復帰を目指して戦い、これからも戦い続けなければなりません。また去る4月28日にはサンフランシスコ講和条約発効70年を迎えました。沖縄ではサンフランシスコ講和条約第3条により沖縄は日本から切り離されました。屈辱の日として知られていますが第5条 C 項は沖縄でもあまり認知されていません。条文では連合国として日本国の個別的または集団的自衛の固有の権利を有することおよび日本国が集団的安全保障取り決めを自発的に締結することができることを承認するとあります。ここでいう集団的安全保障取り決めとはサンフランシスコ講和条約に続いて調印された日米安保条約のことですが、サンフランシスコ講和条約は武力による威嚇または武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄するという9条をはじめ平和憲法を上書きしてしまいました。日本を対米米独の再び戦争ができる国に変質させました。4月28日は沖縄県民だけでなく主権者国民全体にとっても屈辱の日だと思います。さて自民党は安全保障環境の変化を理由に憲法改悪を狙っています。特に安倍政権以降憲法改悪2周年を燃やし憲法への自衛隊明記を狙っています。まさにサンフランシスコ講和条約が憲法を上書きしたものと同じ手口です。憲法の上書きを許してはなりません。今隣国の脅威を理由に沖縄をはじめ南西諸島一帯がミサイル基地の砲座とされています。中距離ミサイル並みの射程のミサイルもあります。敵基地攻撃能力自体がすでに確保されるなど実態改悪は進んでいますが有事になれば島々はもちろん全国が標的となります。軍隊は住民を守りません。しかも自衛隊は皇軍の末裔どころか直系としての本性をあらわにしています。戦争する国づくりを阻止するためには憲法を使い沖縄戦の教訓を生かし政治戦を通じて憲法に忠実な国会にしていくことが求められます。参院選が近づいてきました。それぞれの地元で頑張りましょう。加えて9月11日執行の沖縄県知事選でも再び勝利に向けてご支援くださいますようお願い申し上げ沖縄県平和委員会からの挨拶をさせていただきます。私司会の方で代表させていただきました。沖縄県民の総意を無視して辺野古新基地を、強行する米軍と日本政府に改めて抗議し沖縄県民と連帯する決意を込めて大きな拍手でメッセージに応えていきましょう。
ではここで憲法フェスティバルの恒例企画、憲法川柳の入選作を発表していただきます。実行委員会事務局長、弁護士矢作陽一先生、発表をお願いいたします。今年もたくさんの憲法川柳をお寄せいただきましてありがとうございました。今年はやはりウクライナの問題もあって9条にフォーカスした内容が多かったように思います。ロビーに優秀作10句が展示してあります。この中からさらに3句を特選として選者の方に選んでいただきました。それでは特選3句を発表したいと思います。よろしくお願いします。特選3句はこの3句となっています。それでは読み上げて発表いたします。9条が真綿で包む平和主義、9条が真綿で包む平和主義、原修司さん、倉敷市の方からお送りいたしました。それから9条がおいらの国の紋所、木村敦さん、北朝鮮の方、毎回お伝えしますね。それから9条は英霊たちの鎮魂歌、9条は英霊たちの鎮魂歌、石原明さん、土浦市の方です。おめでとうございます。受付に商品が用意してございますので、帰りに選ばれた方は商品の方を受け取りください。毎年行っておりますので、これからもまたよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。入選された方は、先ほどお話しあったように、終了後ロビーの本席で表彰状と賞金をお受け取りください。それでは会場の皆様、本日はウクライナ支援の特別企画を用意いたしました。ウクライナの民族楽器バトゥーナの奏者であり、歌手として日本各地で演奏活動をされているウクライナ出身のカテリーナさんです。カテリーナさんは今全国各地で平和を訴えるコンサート活動を行っています。カテリーナさんの紹介ですが、カテリーナさんは生後30日でチェルノブイリ原発事故で被災し、家族は町から強制退去をさせられました。6歳から音楽活動を始め、19歳から活動の拠点を東京に移しました。2011年3月、今度は東日本大震災による福島第一原発事故に遭遇し、以後各地で震災の復興のコンサートなどを行っています。今年はロシアのウクライナ侵攻後、やっとの思いでお母様を日本に連れてくることができたということです。本日は短い時間ですが、家族や祖国への思い、平和の願いを存分に歌い、演奏していただきたいと思います。それでは大きな拍手でお迎えください。
昔ウクライナで子守歌として使われた曲です。子守歌として使われた曲ですけれども、私にとっては叫びのような歌になりました。皆さんご存知のように、2月24日からウクライナでとてもひどい戦争が起きています。歌詞の訳を簡単にしますと、火を切らないでください、植物を切らないでください。お花を切らないでください。そのお花はもしかしたら誰かのお母さんかもしれない。動物を殺さないでください。鳥を殺さないでください。その鳥はもしかしたら誰かの最後の愛かもしれない。という歌詞になります。次の曲をお届けします。次の曲もウクライナの曲になりますが、して言われている曲です。ウクライナ、どうぞお聴きください。
では皆様、簡単に楽器の紹介したいと思います。こちらは初めての方、どれぐらいこの楽器に似てる方、ほとんど全然ですね、はい、ありがとうございます。こちらはバンドゥーラというウクライナの民族楽器です。弦の数はとてもとてもたくさんに見えますよね。なんと65本あります。で、重さもとても軽そうに見えますが、なんと8キロあります。8キロってどれぐらい重たいかといいますと、まあ、10キロの米袋とほぼ同じです。で、このバンドゥーラはウクライナで大体12世紀の頃から民族楽器として知られています。昔ウクライナで目の不自由な男性の方が演奏した楽器です。日本でいうと琵琶みたいな感じと言われています。で、今回、この楽器日本全国に弾いている奏者はなんと大したわけないです。弦楽器の中で一番弦は多い楽器になってますけれども、一番近い楽器はピアノになります。ピアノの白黒の鍵盤のようにただ弦になってるだけです。で、一本一本の弦を弾く感じ、押さえるではなく、こちらのベースも弾くんですね。はい。で、次の曲をお届けしたいんですけれども、まあ、私の今日のプログラムの中に最後の曲になっていますが、皆さんご存知のように3月21日に私のお母さんが日本に無事に避難してきました。これで安心できますけれども、残念ながらまだウクライナに私の2人姉と子供たちが残っています。もちろんキーウから離れている町にいますが、ウクライナの中でずっと安全ということは言えません。もちろん何もないように、早く戦争が終わりますように毎日祈っています。こんなひどい戦争がウクライナに起きてしまうとは私たちは誰も思っていませんでした。さらに一番近くにいるロシア人たち、一番近くにいるロシアの国が侵攻してくることも誰も思っていませんでした。しかし今ウクライナで起きている戦争はただただの戦争ではありません。小さな子供たちもたくさん殺されています。自分で小さい頃から日本に音楽活動で来てて、安全な国、平和な国だからこの国が好きになって進めたいと思いました。子供の頃からずっと音楽やってて、平和を願って世界中に青い空、世界中に戦争なし、病気なし、原発事故なし、災害なし、
Всі
доброго дня и доброго здоровья. Меня зовут Коничва. Вы же знаете, что я из Украины, из Киева. Я мама Катерины. Меня зовут Зонджинойони. Я из Украины, из Киева, пришла. Катерина, мама Мария. Дозвольте мені від імені України і всіх українців поблагодарити вас за підтримку України, за свій внесок українцям в Україні, за вашу допомогу. Хочеться Україна Юрій. そして、ウクライナ代表より私で、皆さんに感謝の気持ち伝えたいです。この度、ウクライナで大変な戦争が起きていますけれども、日本の皆さんからたくさんの応援、ご支援、サポートをいただき、心から感謝しております。Щиро велике вам дякую。本当にありがとうございます。Бажаю вам всім здоров'я, вам, вашим сім'ям, щастя, щоб ви ніколи не знали цього горя, що зазнала зараз Україна. Кукуру кара міна сані, коли кара ма зутто хейва на коні, де ерімас йоні, соште міна сан то, міна сан но гоказоку на міна сама га, кенко де, いますように、ウクライナで起きている状況が絶対に他の国、日本も起きないように祈ります。Я бажаю для вас чистого, мирного неба。これからもずっと日本の空は綺麗で青い空でありますように。Хай завжди буде мир。これからずっと平和でありますように。Слава Україні! ウクライナに栄光。Героям слава! 英雄に栄光。А погибшим, які захищають Україну, вічна пам'ять в наших серцях. ウクライナのために戦っている方々、戦っている兵士たちが、亡くなられている兵士たちが、これからもずっと私たちの心の中にいます。You.
晴らしい演奏データで、そして息をありがとうございました。カテリーナさんとご家族、そして全てのウクライナ国民に一日も早く平和な暮らしが訪れることを願いまして、連帯と激励の意味を込めて再度大きな拍手をお願いします。ここで皆様にお願いがございます。本日のプログラム資料の中にウクライナ支援の募金袋が入っております。ぜひお帰りの際に募金の ご協力をお願い申し上げます。ではここで憲法フェスティバル参加者全員の思いを内外に示すアピールを提案していただきます。提案は水戸羽ばたき合同法律事務所の大津さくらさんです。大津さん、よろしくお願いいたします。憲法フェスティバルアピール。本日私たちは筑波市の国際会議場で本店さん憲法フェスティバルを開催した。本日のフェスティバルでは学術会議会員への任命を拒否された岡田正則教授のお話をお聞きし、改めて問題の根深さを知った。政府は一日も早く違法状態を解消すべきである。また特別出演いただいたウクライナ出身のカテリーナさんの歌とバンデューラの演奏に胸を打たれ、ウクライナに平和をとの思いを強くした。本日のフェスティバルはロシアがウクライナに侵略し、連日悲惨な戦争の映像が報道されるというこれまでにない状況の中で開かれた。ロシアの行動は武力の行使を禁じた国連憲章に違反し、多数の無抵抗の市民を虐殺する行為は国際人道法に違反する。私たちはこの侵略行為に厳しく抗議し、ウクライナからの即時撤退を求める。同時に公示化事態に乗じて憲法9条を変える、アメリカと核を共有する、敵基地攻撃能力を持つ、軍事費を GDP 比 2% にするといった議論がされていることを見過ごすことはできない。武力に武力で対抗するとしようとすれば果てしない軍拡競争を招く。こうした時代だからこそ憲法9条を持つ日本は9条の精神を生かし、徹底した平和外交と国際的な連帯と世論の力で戦争をやめさせる道を進むべきである。日本国憲法が施行後75年間一度も改正されなかったのは、その内容が時代に先駆けたものであり、時代に見合った生命力を持ち続けたからである。今必要なのは憲法を変えることではなく、私たちの社会を真に憲法の生かされる社会に変えることである。私たちはそのために不断の努力を怠らない決意を表明する。2022年5月3日、本店さん憲法フェスティバル参加者一同。では、ただいまのアピールを皆さんの拍手で採択したいと思います。採択されました。続いて今のアピールの内容と決意を会場全体で表現するアピールタイムです。皆様、プログラムのご準備をお願いいたします。プログラムを開いていただいて、皆様こちらステージの方に向かって高くかざし、ご唱和をお願いいたします。ロシアはウクライナ侵略をやめよう。ロシアはウクライナ侵略をやめよう。憲法は希望と平和の羅針盤。憲法は希望と平和の羅針盤。核兵器を廃絶しよう。核
法救助を世界に広げよう。憲法救助を世界に広げよう。ロシアはウクライナ侵略をやめよう。ロシアはウクライナ侵略をやめよう。憲法は平和と希望の羅針盤。憲法は平和と希望の羅針盤。核兵器を廃絶しよう。核兵器を廃絶しよう。憲法9条を世界に広げよう。憲法9条を世界に広げよう。ありがとうございました。それでは閉会挨拶を矢作陽一実行委員会事務局長からお願いいたします。本日は 5.3 憲法フェスティバルにおいでいただきましてありがとうございます。初めてつくばの地で開催することになりまして、土地勘がないものですから、よからないことが多かったのですが、地元の皆さん、県政権の皆さんのご協力で、本当にいい集会、集いを開催することができました。ありがとうございました。ずっと説明から言われているように、ウクライナ侵略というとんでもない事態のことで、今日の集会は開かれました。カテリーナさんの歌やお母さんの歌声、そして語りで皆さん本当に一日も早くウクライナの人たちに平和な日が訪れ、あのお母さんがウクライナでまたふるさとで暮らすことができる日を一日も早く取り戻したいと願わずにはいられません。そして今この下でその状況の下で憲法を変えようという動きがあることに、改めてこれをやめさせなければならないという思いを強くしたと思います。今朝の NHK ニュースでご覧になった方いらっしゃると思いますけれども、NHK の世論調査で、憲法が戦争を放棄して武力を持たないことについて意識しているかという質問をしたところ、71% の人が意識していると答えたそうです。その 71% がその9条を変える必要があるかと聞いたところ、必要がある。必要がない、わからないが3分の1ずつだったそうです。今みんなが憲法を意識しながら、その憲法をどうしたらいいのか考え始めている、意識している時期だと思います。こういう時期だからこそ、私たちはこの9条の価値を世界に広げて、まさに9条の示す道こそ平和の道である、こういう確信をみんなに広げていきたいと今日の集会で改めて思ったのではないでしょうか。自分の生活の場で周りに広げ、これからまたこの参議院選挙もありますけれども、平和と憲法を守る運動に取り組んでいきたいと思います。今日はありがとうございました。